はい、おはようございます。ジョニエン TV 生放送、今日も始まりましたけど、あすちゃんがお送りしたいと思います。今日はですね、ビートルズナイトということで、バッドボーイズの方にスーパーバッドボーイズの方に出演していただきましたけども、ビートルズやっぱり、人気があります。やはりビートルズは偉大ということですね。あ、そっか、ジョニーダメだもんね。まあこのバンドは本当に長いバンドでですね、なんていうのかな、昔からのファンとかね、まあ、新しいファンの方もいるんですが、なんですか、根強いファンをお持ちのバンドでございますね。でビートルズといえば、そうですね、まあ、ビートルズのバンドいっぱいあるんですけども、相当やっぱり長いバンドということで、バッドボーイズ続いておりますね。実はですね、この大御所のリッキーさんがですね、バッドボーイズ、初代バッドボーイズをやってたんですけども、まあ、その名前を受け継いで、スーパーバッドボーイズと今至っているわけなんですけども、まあ、リッキーさんと先日ありがたいお話をいただいた、清水さん、清水仁さんがですね、その昔ですよ、キャロルの A ちゃんとかと一緒に、全国ツアーとか回ったりしてたのが、バッドボーイズですね。これ EMI から、出ております。ね、そんな感じで今日ビートルズナイトをお送りしました。明日はこれまたキャロルなんですね。つながった、これ、キャロルのキャロル祭りですよ。ロックンロールキャロルスペシャルということですね。明日はジミーさんを率いる、これいろんなバンドが出るんじゃないかなと、3バンドぐらい出るんじゃないかなと思っておりますけども、ジミーさん弾けるですね、キャロルスペシャルナイトになっております。 A ちゃんとかもやるのかもわからないですし、まあ、ちょっと開けてみないとわからないイベント、まあ、でも皆さんね、お上手でかなりクオリティの高いイベントになると思っております。はい、そんなわけで、今日はまあ厳かにね、これからというか明日の夜、まあ、ジョニエン TV をお届けしたら、京都の方に向けて出発するんですけども、まあ、今日はですね、明日サウンドチェックするための機材をお借りしたり、そうですね、ミュージックポータルサイトじゃないや、こちらのインフォミュージック、ね、新しいサイト今作ってますけども、これもかなり今日進んだなということでですね、公開間近ということで、ぜひこれも楽しみにしておいてください。これはかなり画期的な仕組みを公開しようと思っております。音楽業界がひっくり返りますね。はい、そんなわけで、今日はね、名言の方をですね、そう、ミュージックポータルサイトの方の、ライブンさんの方でですね、今企画で、ライブンの企画でというわけではないんですが、京都からですね、ちりめんなんとかありますよね、名産のね、それを売る行商の旅、東海道53号を歩いて来るということですね。明日スタートということなので、もしね、どっかで落ち合えたら落ち合えれるのかなと思っておりますが、ちょっとまだわからないですね。明日スタートということですけど、もう歩き始めるということですからね。これも、まあ、松岡さんのフェイスブックの方とか、特設サイトができておりますので、まあ、これね、後ほどブログとかでもお知らせしたいと思います。はい、今日は割と静かに、もうね、お客さんの引けも早かったので静かですけども、そうですね、ジョン・レノンのせっかくなので名言あたりを、探してみましょう。あとはですね、
まあ、僕の好きなのありますけども、うん、いわゆる、まあこれ行ったことあるかな、行ったことなさそうなやつにしましょうかね。人の言うことは気にするなってやつね。あのこれいいかな、2番目が、結局あなたが受け取る愛はあなたが与える愛に等しいということですね。なるほど、与えた分に等しいだけ受け取るということですね。これはもう愛だけじゃないかもしれないですけどね、うん、これはかなり深いジョン・レノンの名言ですね。で今日ですね、いろんな、そう、清水さん、オフコースの清水さんのですね、ありがたいお言葉ということで、いろいろアップロードして、まあ、Facebook の方でたくさんコメントいただいております。一通り読んでみたいと思いますけども、本当ね、これぜひね、面白い動画が撮れたというか、まあ、和気あいあいとした動画なんですけども、ぜひ見てみてくださいね。コメント、ひとみさん、いつもありがとうございます。見れましたよということで、あと京都にはお気をつけて移動してくださいねということで、ありがとうございます、コメントいただきました。そうですね、あのブログの方にも、あ、明日京都出発するからねみたいなこと書いたんで、こう、あの、お気遣いいただいております、ありがとうございます。で、のどののおまーくんが、ええー、なぁ、はかかったじゃがんと言っておりますけども、まあこれは僕の幼馴染なんですけども、マー君ね、ありがとうございます。かかったじゃがんっていうのは何のことかな、アフィリエイトのことかな、アフィリエイトというかオプトインを今日ね、ちょっといい動画が、かなり勉強になった動画があったんで、それを紹介したんです、そのことかな。で、田中のひろこちゃん、これも幼馴染、幼稚園から ずっと一緒だった、ひろこちゃん、いいな、オフコースにハマってた時に、ひとしさん一番好きだったんよというわけで、あ、そうだったんだというわけですけども、ちょうど同じ同級生にですね、久美ちゃんね、森川のめっちゃオフコース好きだった子がいてですね、まあそのね、久美ちゃんとかにもぜひね、お知らせしたいなと思ったんですけども、まあ会うことがあったらぜひね、ひろこちゃんの方から、自慢しといていただければいいかなと思います。はい、ありがとうございます。で、ゆきくれさん、ゆきさんね、なんだか久しぶりにお目にかかるような、子供の頃テレビっ子だったのですごく印象に残ってますと。子供ながらにオフコースのさよならは名曲だと感動してましたってことですからね。はい、ありがとうございます。そうですね、さよなら、かなり僕もね、大好きな曲ですね。いい曲ですね。ありがとうございます。はい、藤井博さん、あ、いつもありがとうございます。本物だと、本物です。書いております、書いてきてくれてますけども、ね、藤井さんはなんか僕のキャンペーンにも応募してくれて、ぼちぼち、近々お送りさせていただきたいと思いますので、CD の方ちょっとお待ちください。ありがとうございました。鈴木孝子さん、オフコースはさよならと眠れない夜が大好きですと、いつか生で聞いてみたいですと、アツシ殿、京都いよいよですね、第二の都ですか、お江戸のフィーバーを京都で打ち上げるんですね。忙しいですね。でもその忙しさを楽しくする方がアツシさんなんだって思います。皆へ出発の報告してくれるのはアツシさんの優しさだと思いました。おいしい空気吸ってきてくださいね、いってらっしゃいませということで、ありがとうございます。コメントいただきました。そうですね、忙しいというか、まあまあ、僕もほら、いろいろね、京都の方でも盛り上がれば、まあ、関西方面ですね、音楽盛り上げていきたいなと思っておりますし、まあ別に忙しくなるというかですね、もっと楽になるかなと思っております、逆に。はい、まあ行ったり来たりするのも、ね、いいのかなっていう感じで、ね、そのあちゃこちゃ行くのもちょっと楽しんでやっていきたいと思っております。はい、コメントありがとうございました。そういうわけでですね、明日はゆうちゃんと京都の方に向かいたいと思いますので、
京都方面の方はね、もし、まあでもちょっとね、バタバタするので、明日はゆっくりする予定はないので、すぐ帰っちゃうんですけども、まあ、いろいろ報告していきたいと思います。はい、今日もじゃあそんなところでお別れしたいと思います。ジョニエン TV お送りしました。見ていただいてありがとうございます。お相手はあっちゃんこと北寿司がお送りしました。提供はミュージックポータルサイトライブン、恋はジョニーエンジェルからお届けしました。Thank you, bye bye. 明日はキャロルナイト。バイバイ。おやすみ。いってらっしゃい。